古代ギリシア時代の都市国家スパルタが栄えたのは現在のペロポネソス半島の南部スパルティ地方。当時スパルタは世界最強と称される重装歩兵軍を誇っていた。スパルタには3つの身分があり、兵糧隊と呼ばれる事実上の奴隷、エリオイコイと呼ばれる軍事的な義務はあるものの参政権を持たない不完全市民、そしてそれらの上に立つのがスパルタ人だ。最強兵士となるための試練はこの世に生を受けた瞬間から始まっている。子供が生まれると入念な検査が行われ、二次くじや携帯などに異常が確認され健康体と認められなかった場合、父親に非常な命令が下される。それは生まれたばかりの我が子を洞窟に放置してくるというもの。時には崖から投げ落とすよう命じられることもあったという。さらにこの検査をクリアしても生き延びられる保証はない。乳児は検査後すぐにワインで現れる、ここで痙攣を起こしてしまうと虚弱児であると判断されて捨てられてしまうのだ。厳しい検査を乗り越え、すくすくと成長したスパルタの子供のうち男の子は7歳になると強制的に軍隊の駐屯地に集められ、同じ規律の下で新たな生活を始める。その規律とは命令に服従すること、試練に耐え戦いとなったら必ず勝つこと。そこで5年間鍛えられて12歳になると全裸での生活を始め、沐浴も禁止される。ちなみにこの生活は30歳になるまで続く。生まれた瞬間から試練を与えられ生き抜いてきたスパルタ人だが、最後を迎える時もまた厳しい。スパルタでは老齢で死ぬことに栄誉はなく、墓石すら与えられない。墓石を得ることができるのは戦闘で死亡した兵士だけだ。